東海大学医学部付属東京病院は東京都渋谷区代々木にある病院である。学校法人東海大学の医学部付属病院。東京、代々木で診療していた日初病院を東海大学が買収、同医学部の東京におけるサテライト病院として開設したものである。日初病院ではそれまで東海大学医学部泌尿器科の初代教授、 大越正明が委員長を務めていた。東海大学医学部付属東京病院は、東海大学として2番目の大学病院となり、1983年12月1日に開業した。初代委員長には、同大学児備院科教授だった、坂井誠が就任した。2006年6月、大学病院としては、先駆けとなる、高科例ドックを開設し、 同時に、伊勢原の医学部内に研究機関である、研究医療、センターライフケアセンターを設置した。2007年からは、以前より開設していた人間ドックと合わせて、検診センターをオープンし、初代検診センター長に医学部基礎診療学科系、健康管理学教授、ライフケアセンター副センター長の西崎康弘が就任した。東海大学の創立者、 松前重義は医学部、付属病院の開設にあたり、ヒューマニズムと科学の調和を図り、新しい医療体制の確立を目指すと宣言し、患者さんの精神的な支えとなり、心温まる、人間性豊かな病院を建設すると語った。2016年4月、北里大学、北里研究所病院臨床教授であった赤石誠が病院長に就任した。 ありがとうございます。